勝ち切る、まあそういった脚力、まあ速さというところもやはり必要ですので、あのそこは自分に壁を作らずに、あの積極的にあのペースを上げた上げて練習を行ってきましたベストを尽くしたいと思っています。今日 MGC への記者会見に出席した鈴木愛子選手、自分に勝つための練習をしてきたと意気込みを語りました。 やっぱり攻められたのかなっていうのがやっぱりそういう思いが湧いてきてうんでそれが本当に辛かったので大会後しばらくは心の葛藤に苦悩した時期もあったという鈴木選手そんな中東京オリンピックの翌年2022年の元旦に 鈴木選手が絵馬に記した思いは、恩子知心まあもう一回、まあ、原点回帰じゃないですけど、新たなやり方とか、掴んで、次に進みたいなっていう思いで豊橋で、天才ランナーと称された中学時代。 自習館高校に進学した時は大きな怪我に悩まされ名古屋大学に進学した後もずっと走り続け今年で32歳となった鈴木選手新しい一歩を踏み出すために行き着いた答えそれは。 高橋尚子さんとか野口さんとかって間違いなくやっぱり怪我をしてもいいからもうめでの取りに行くそういう気持ちでやってたっていう話を聞くんですけどだからやっぱそこまでのこう強い気持ちが足がぶっ壊れてもいいから取りに行くんだっていうのがやっぱそういうのはなかったのかなって。 直前まで行っていたアメリカボルダーでのコーチ合宿。怪我のリスクを恐れず。マラソンで勝負する強い思いを感じた高橋雅彦監督は。今までで一番の練習ができたと話しました。温故知新。やっぱり小さい頃の。こう,う躍動がある走りとか。やっぱりああいう走りで。 マラソンを走りたいなって思っています鈴木愛子選手自分に勝って MGC でパリへの切符をつかみます